1907年1月14日の日食は、1907年1月14日に観測された日食である。ロシアと中国で海気日食が観測され、ヨーロッパ南東部、アジアのほとんど及びその周辺の一部で部分日食が観測された。海気体が通過した地域が主に海であり、この海気日食が見えた地域はロシア帝国南部、中国を支配していた、清の新疆省、 大江北西部、自生南無き東北斜岩甘縮省北西部、内蒙湖西部、外蒙湖南部と東部、国流交渉西部と北西部だった。海気色の最大は中国新疆省かつ末県にある。また、海気日食が見えなくても部分日食が見えた地域はアジアのほとんど南部、スマトラ南部の約半分、マレー諸島の他のすべての島を除く東ヨーロッパ南東部、 アフリカ北東部だった。主クタで観測しているロシアの観測隊ロシアの観測隊は天山山脈西部の新井山脈にある主クタ炭鉱地帯で回帰日食を観測した。当時ロシアでユリウス暦が採用されており、日食はちょうど元日にあった。ありがとうございます。